素晴らしい。今日はいいんじゃない。じゃあ食べよ。いただきます。止めない、これで最後。入んなかったら佐藤のご飯買ってきて。おいしい。うん、うまっ。よかったね。ちゃんと野菜も食べな。やめてねえ、やめてよねえ、うん、どうしたらいいの。かければいいの。ほんほんさんとかかけて。いや、すぐあるんだから。うん、うん、あんま臭くないな今回。うん、いいやつのエビなんだ。あの前の分も残してくんない。外のご飯買ってくる？うん、米足りないやろ。うん、買ってくる？うん、今日なんで出てたの？喧嘩の
いいよいいよ。今日は何点？うん、食べるおかずないんだけど。でも食べな、キャベツ。これ食べな。ちゃんと食べな。ドレッシングかけたら美味しいよ。洗剤の味かな。え？変なにした。なんか足したからじゃない？何に足したの？ポカリじゃない？ポカリ。いや、薬の味したよ。何の味これ？言葉な。ジェロマキャベツ食べな。食べれんな。ジェロマ食べな。最近肉食。いや食べなってだから。やだ。ねえ。食べれんな。食べな、ちゃんとサラダも食べな。やだ、揚げ物無理。ねえ無理。作りたくなくなる。考えて作ってあげてんだから食べなよ。食べな、うん。
ばっか食べんのやめな。で、まあ、おかずもないんだけど、ご飯さっき入れてあげたじゃん、最後に生姜焼き上にペース配分考えな。先に肉ばっか食べるからでしょう。違うの、生姜焼き前全然食べてないよ。だからおなご飯の上に乗っけたじゃん、僕が食べる前に。で、一口しか乗っけてもらってないよ。いや、二口あってよ。で、ペース配分考えてよ。ペース配分じゃなくて肉ばっか先食べすぎ。だから肉食べてないっすよ。いや、上に乗っけたやつ先食べたからご飯が残っちゃってるじゃん。だからちゃんと考えて食べようよ。うん、それとかね、生姜焼きを分けるとか。だって分けても眉の奪うじゃん。だからもう諦めてんだよ。奪わないよ。奪うじゃん、食べてんの奪うじゃん、眉から。奪わないよ。奪うよね。それ一回喧嘩になってから奪うのやめてよ。いや、奪ってるよ。奪ってないし。奪ってるよ。じゃあご飯奪ってるわ。は？だったらご飯奪ってるけど奪ってないじゃん。エビフライも奪ってないじゃん。いや、おかず系奪うじゃん。エビフライも奪ってないじゃん、今日。いや、これから分けるけど絶対にじゃあ奪わないでね。奪わないし、興味ないし。お茶漬けの素かけな。いや、もうお腹いっぱい。お腹いっぱいならちょうどよかったじゃん。ん？ちょうどよかったじゃん。寝てるわ。野菜食べたいって言ってたよね、今日。だから生姜焼きが出てきたからそっちに気が取られちゃったんだよね。そういう問題じゃないよ。自分が野菜食べたいって言ったから野菜作ってんだけど。作ってるとは言わない。切ってるっていう。いや、作ってるでしょ。切ってる。いや、明日食べるわ、残しといて。もういい。捨てるわけじゃねえ。捨てるじゃん。お前隠して捨ててんの知ってんだよ。シナリオとかないから。あとさっき なんでベランダから覗いてたの。いや、暇だったから。普通に家入ればいいじゃん。入ったら負けって言われるから。え、はい、入ったら負け。勝ち負けとかやるじゃん、よく。何が謎のルールで。いや、俺の勝ちなんて言ってなくない。ゼロワン帰ってきたから俺の勝ち。斉藤さんを今辞めたら負けないような気がしてっていつも勝ち負けで。いや、怒られてたからじゃない。でも自分だってそうじゃん。物事測るじゃん。自分もよくいいじゃん、ここで折れたらダメだと。だから俺も帰ったら負けないような気がして。でも帰ってきたね。あの、勝ち負けでね、白黒つけたいのであれば負けてあげる方が、それは強さであり優しさであり、うん、し、本当の本当の勝ちになるんだよ。じゃあなんで今変えたら負けな気がしてって言ったの。で、お前のルールに関してよく考えたところ、これ負けてあげる方が人として勝ちなんだねって思った。じゃあどっちなの。うん、だから俺は負け続ける。でもそれは俺が心が広くて、うん、強いってこと。うん、分かった。うん、だからお前の言う勝ち負けで言えば、俺は負け続けることを選ぶわ。うん、うん、お前ガキだから。じゃあもうめんどくさいから、うん、もう そういうことうん、いいよ、いいです。
演出っつうかそうだし。じゃあお疲れ。今で手部活してるんで92キロまで来たんであと8キロ今月中に。もう動けないから食べたら太るために。じゃあ終わろうかな、食べ終わったし。ダイエット企画で痩せるんだって、ジム通って。もういいよ、めんどくさいな。いやまあね、基本料理別にそんな凝ってないよ。料理作ることに関してだから それしかやることないじゃん、暇で。あのね、残すのやめてほしいね。本当に肉とかそのメインしか食べないんだよ。でサラダ好きじゃないんだって。もんちゃんと村真子ナイスやらないの？もんちゃんやるでしょ。そうだよ、だって油物とかさ、タルタルばっかの飲み込んでさ、純粋に心配になるよね。直さないといけないよ。いやだからその細かく入れてもさ、難しいわ。タバコ吸ってお風呂入ろうかな。みんなあのナイスありがとね。終わるんで最後にナイス押しといてください。美味しそう、美味しくできたでしょ。あーガリバーさん花火、ハート花火ありがとう。キュンです。そう、鍋だったら野菜食べるんだけどサラダが好きじゃないんだって。今日はね、飲まない。ゴロゴロする。うるせえ、ヒロミお前。黙れ。手も震えてるけどしょうがないから、もう毎日飲まない。疲れた。パサパサじゃないから。で野菜炒めにすればって言って炒めたらまた炒めてるこいつって言われるんだよね。ありがとね。で多分あとで01やるんじゃない、配信。
ありがとうございました。じゃあね、風呂入るわ。